皆さんこんにちは。中国人が日本人を殺害する事件がまた発生しました。しかし今回は中国ではなく日本で発生しました。またね、故意ではなく事故ですね、事故、過失の事故ですけれども、この事故はですね、非常に悪質な事故、つまり交通事故ですね。皆さんも報道見たと思いますけれども、昨日9月30日、朝5時40分ですね、埼玉の川口市で発生した事故ですけれども、18歳の中国人の若者が飲酒運転でですね、逆走して一方通行のその道路に入って、2.5 メートルしか幅がそんな狭いその道路に入ってですね、逆走してスピードは100キロ以上ですね、走って十字路でですね、十字路で横断この横から入ったその車ですね、ぶつけて51歳のその日本人の運転手がその場で亡くなった事件ですね。この報道によるですね、この若者が飲酒して3時間前に飲酒したんですね。酒飲んで、まあ、大丈夫だろうと思って運転してたんですけれども、自分がですね入った時は一方通行の道路の 逆走に入ったと、それを見つけて気がついたんですけれども、警察に捕まれたら自分が酒飲んだからですね、厳しく罰金されるから、それから逃げようとスピードを出して猛スピードで逃げたんですけれども、それが原因で事故が発生したと。で、私ですね、さっきも動画流してたんですけども、動画から見ればですね、こう一個見てもですね、この車が走る方向でですね、その十字路の前に一時停止のその印があるんです。だからこの道路はですね、この一時停止があるということは一方通行だかもしれないですけども、ここではこの段階ではですね、逆走ではないですね。もちろんこの時間制限があるかもしれないですね。時間のある時間帯には一方通行になるかもしれないということですね。だからまだこの動画から見れば一方通行ではないですけれども、多分この道路の入り、この道路に入る前にどこか一方通行に入ったかもしれないですね。だから逃げようと逃げて、その一方通行を抜けてこの道路に入ってかもしれないということですね。で、この若者はですね、交通ルールをですね、4個違反したんです。4個。一つは飲酒運転。これは最初ですね、飲酒運転。それで逆走。一方通行で逆走して、まだスピード違反。それでですね、さっきは見たんです。一時停止あるんですけど、一時停止してない。もしこの4つの項目でですね、一つだけ守ったら、一つだけ守ってもですね、多分事故が発生しないですね。最後の一時停止のところに一時停止したら、事故発生しない。もちろん最初から飲酒運転してなければ、後のことは全てないですね。だからこのことはですね、事故ですね、過失の事故だと言われているんですけれども、私から見ればですね、過失事故と言われても、故意の部分がですね、多いです。例えば、飲酒運転地点からですね、こうスタート地点からも間違ってるんですよ。この時点で故意になっちゃうんですね。故意に運転するんですよね。過失ではない。で、逆走はすでに入って、逆走はまさに無意識に入ったんですけれども、そこから止めてバックして出てくるか、あるいはどこか U ターンして出てくるか、あるいはですね、車がない場合は、スピードを落としてゆっくり走ってですね、その道路を抜けるか、どのようにやってもいいですけれども、スピードを出して逃げたんですね。だからスピードは普通のオーバーじゃなくて、30キロの制限の、速度制限の道路で、100キロでですね、走ったんですね。だからこれも故意でしょう。故意でスピードを出したんですね。まだですね、一時停止は停止してない。これもですね、故意と言われるほど。だから、ある意味に、言ってはですね、故意、半分故意だとですね、私は思います。そのように判断しても間違わないと思います。日本でですね、飲酒運転はとても厳しいですね。多分、運転する運転者、
だけではなく同乗者も罰金されるんですね。例えばこの人がですね、酔っ払っても泥になったと、泥になる方で、その酔っ払ったのに、それを知りながら同乗してた人は、3年以下の同乗者で3年以下の懲役、あるいはですね、50万以下の罰金、その2つの中に1つが実行される。もう1つはですね、あるいは、酒のその飲んだですね、その、まあ、泥のように酔っ払ってないですけれども、周期があるんだと、それを知りながら同乗した場合は、同乗者は2年以下の懲役、またはですね、30万円以上の以下の罰金ですね。これを同乗者、じゃあ同乗者だけではなく、車を貸してあげるも、あげた人も罰金されるんですね。例えば、まあ、酒酔いですね、酒酔いで、まあ、泥のようにいっぱい飲んだと。そんな場合ですね、知りながら車を貸してあげた場合、この車を貸してあげた人はですね、5年以下の有期懲役、あるいは100万円以下の罰金を受ける。この2つの中で1つですね。まだ周期があった場合、少し飲んだんですけれども、酒が匂いするんですけれども、それを知りながら車を貸した場合、貸してあげた人はですね、3年以下の有期懲役、あるいはですね、50万円以下の罰金を受ける。このように厳しい処罰を受けるんですね。だからこの運転手が逃げようとしたかもしれない。またですね、動画から見れば、まあ、報道にもあったんですけれども、同乗者がいたんですね。動画には同乗者が2人、降りて、まあ、逃げたんですけれども、報道の中でもですね、同乗者がその時は立ち去ったと。まあ、逃げられないでしょう。みんな捕まえられるんですね。まあ、運転手が必ず、まあ、言いますかね、誰々と同乗したと。習近平はですね、中国人の怒らせたら大変なことになると。中国とか怒ったらですね、それ大変なことがなるんだと話したことがあります。で、中国人が誰に怒られるかわからないですけども、共産党に怒られるか、あるいは日本人に怒られるか、あるいはアメリカ人に怒られるかわからないですけれども、中国人が本当に怒られるかどうかわからないですけれども、今日本人は確かに怒られたんですね。中国でも国内でも日本人を殺すし、日本でも日本人を殺す。どういうことが発生するから、日本人は確かにですね、怒られたんです。つい最近ですね、皆さんもこう YouTube 見たと思いますけれども、日本でですね、中国との断交を求める、そのパレードが行われているんですね。これは日本人を怒られたことでしょう。日本人は、私もずっと言うんですけれども、中国人にも話すんですけれども、日本人は優しい。確かに優しい。おとなしいです。でも、優しさには限界があるんだとですね。ある限界を超えたら意味が変わるんだと。今、日本人はですね、もうその限界を超えたと考えているんですね。だから、おとなしい人、優しい人が一旦、起こると、それは本当に大変なことになります。あるですね、YouTuber で私見たんですけれども、ある人、日本人はですね、一旦台湾有事になると、中国にいる日本人は中国から脱出することができないと言ったんですね。引き上げることができないんだと。私はですね、この人は確かに中国の宗教のことを徹底的に見抜いていると思います。私もですね、昔も YouTube でも何回に話してたんですけれども、中国では反日デモが行われて、中国を日本人の恨む人、日本を反対する人がいるんですけれども、それはですね、実は、いつもデモやるときはですね、1万人を超えないんですね、いつも。実は中国の人口に対しては、ごく少数の人です。大多数の中国人は優しい。これをですね、いろんな人、日本人が見ていると同じですけれども、例えばですね、1945年、終戦の時に、日本人が引き上げるという子供を連れてこれなくて、中国に残した人がいっぱいいるんですね。1万人以上いると言われてるんですね。それは残留孤児。その時、中国人がその残留孤児、子供、日本人の子供を受け入れるのはとっても危険だと言われてました。日本人が書いた文章、本ですね、私見たんですけれども、あの時一旦
中国共産党に、このはっきり書いて中国共産党に発見されたら、その子供をこう育てる日本人の子供を受け入れた人は死刑されていたんですよ。でそんな時も中国人が日本人の子供を受け入れて、残留孤児でして育てたんですけれども、今の場合はですね、おそらく中国、日本の子供をですね、もし今回ですね、引き上げることができなくて子供を残した場合、おそらく中国人はですね、日本人の子供を受け入れる勇気がないと思います。なぜかというと、1945年の場合はですね、中国共産党の監視のシステムが今のようなではなかったんです。だから、周りの人が告白しなければ、報告しなければ、中共政府はですね、この人が日本の子供を育てているということは知らないでしょう。今の場合は中国の監視システムですね、監視カメラがいっぱいあります。それだけではなく、村ですね、すべての村落に中共の法案があるんですね。自保、地方ですね、地方、自分を保護する、自治保護する、その人がいるんですよ。中国の村民委員会の中に。その人は中共のスパイになっているんです。何が村落に発生したらすぐ報告するんですよ。だからその人がいるから中国で今、一旦日本人が引き上げるとき子供を残したら、おそらくそれは中国共産党に発見される。だからこの人ですね、YouTuber が言ったのはとても正しいと思います。だからこのような事故ですね、中国でも日本人を殺すし、日本でも、まあ故意ではなくですけれども、とても悪質なその交通事故で日本人が殺害されるし、だからこの状態になったから、中国人に対する日本人のその印象はですね、日本人、中国人に対する印象がだんだん悪くなるんですね。もうすでに今のアンケート調査では 92% 以上の人が日本人が中国人に対する印象が悪いと言ってるんですね。で、今年10月にもう一回統計すると思いますけれども、そんな時になったら 90% 以上にな、95% 以上になるかもしれない。このようなことだけではなく、つい最近ですね、多分1ヶ月前かな、羽田空港でですね、中国人のおばあさん2人が、髪を取って取り流れて、ね、喧嘩する、散っている動画がアップロードされたんです。喧嘩する原因は、みんな並んでいるのに中国人が割り込んだと、人が。割り込んで中国人と喧嘩してたと。考えてみてください。列を並んでいることは中国人だけではないでしょう。韓国人、アメリカ人、世界人、いろいろたくさんあるんですけれども、ただ中国人が怒る。そこで許されない。で、割り込んだ人も他の国でもなく中国人。だからこんなことがあるから、日本人に対する日本人は中国人ですね。この一個この事件が次々と発生するから、日本人が中国人に対する印象がだんだん悪くなるんですね。で、このように言ったら、中国と日本のその国交を断絶することは、断交することは当たり前。このように言ったら、中国と日本ですね、戦争が発生するかもしれない。この可能性は非常に高いです。今日はですね、昨日発生した、中国人がですね、悪質なその交通事故で日本人を殺害したというちょっと言い過ぎるかもしれないんですけども、日本人が、死亡したということですね、について起こりました。ご視聴ありがとうございました。